四年の二月も過ぎ春は三月に入っていたああこれで佐伯景広の最後の役目も済んだというものあとは一条長門へ下って御神の橋に加わるばかり神職の秋神の景広は地御前の浜から一門の船を見送っていたしばらくは方針の姿だった さすがここ数日の神事やら一門への心配りに疲れ果てた様子であるだが館に休む間もなく「ご油断はなりませぬぞ」ともう隣の軍の物見から早馬だった周防には源氏の三浦義純の一軍が早くから要所に兵を伏せている一門の船が今日厳島を離れて長門へ下ったことをもう三浦島は提起しているらしい 一門の船地へ奇襲を図るる恐れもある三浦党の動きがただごとでないといういや騒ぐには及ばぬあらかじめ読めていたこと影広は陣ぶれして二日のうちに配下の兵を事後前の車頭に集めたそして一同へ「我らは平家の長き恩公を忘れない。 これより長門へはせ下って彦島におわす権中納言友盛殿の下につき及ばぬまでも源氏へ一死を報ゆる所存ぞ。とは申せ由来佐伯一族は神職の家合戦にかけたればとて卑怯とは言われまい残りたいものは後に残れただ心ある者の,のみ影広へ従えやと告げ渡した。 ぜひお行く手までもと従軍を望んだのはおよそ半数600人ほどだった。影広は残る人々へ形見を分けて「我らが亡き後も嚴島は永遠に残ろう。嚴島のある限り平家の名と古入道殿の夢見たまえる地上浄土の見業も波場へ長く長鮮に消えることは余もあるまい」。 おことらの使える主が誰に変わろうとかしこの白砂に変わりはないのだ。長く普段の見やかしを守ってくれよと後を頼んだ。なお蔵の中のたくさんの穀物や布や塩など備蓄のものもすべて先頃の縫い子や稜家の貧しいものに伏せしてもはや思い残すことはない。 とこの影信や一族の者どもと出陣の式を挙げよく早朝に陸路岩国を経西へ急いで行った彼の出陣はいかにも神職の人らしくすがすがと見えたというそれに人は彼が平家の落ち目を見て平家に背くような人物でないとはかねがね信じていたがしかし元来神職の家である。 一門三郎の最後の任を済ました後は厳島にとどまってじっと在国しているものと思っていたところがその富まで残る人々に分けて長門へはせ下っていったのであたらあのようなお人を二度見ることもできるのかと皆惜しんだということであるそれとまた彼の長門下りにはもう一つの功があった 巣王にいた三浦義住の軍を牽制して義住に会場をうかがわせる隙を与えなかったことであるもしそれがなければ義住はたちばち劇を飛ばして帝の小座船以下一門の戦軍へ対して及ばるまでも何らかの奇襲あるいは妨げに出たかもしれなかった が陸路佐伯勢が西へ行くという情報のあったためそれに備えているうち一門の船は何事にも合わず周防灘を過ぎていたそうして父たる繁栄の群れは幾日かの後赤間が関を右舷に見文字が関を左に長門と九州豊前の陸への間を通って まさに玄海灘へ出ようとする海峡最短の一つの島彦島の陰へその先鋭を続々と寄せ合った彦島は引島ともいうゴ権中とももりは去年の10月頃からここに城塞を構えていた島の周りは三里余もある 兵軍が進駐するまでは島にはまばらな漁夫小屋に天の姿が見られるぐらいなものだった。それが数千の少子に満たされ館や作文ができまた文字が籍や豊前の騎士との往来も盛んになりだしてたちまち景観も違ってきた。 島の港ふくらには巨大な船が威風を示してい,い九州の松蘭島山賀島その他ここへ龍馬や兵を送って火星を誓う者も,も始終絶えないその陣容とここの四季を目に見る者は平家が水運とはどうしても思えなかった分けて知盛への集望も高い彼は人も知るように大井の殿のすぐ下の弟である 兄君とはにもしたまわずとよく言われる宗盛に似ないということだけでも非凡を意味することなのだろう一の谷で源氏に生け捕られやがて京から鎌倉へ差し立てられた三味の中将重衡は智盛の次の弟である上には似ていないがその重衡にはどこか面ざしなども似通っている智盛だった しかしこの友盛も一の谷では幾多の森の首相として立ち一子智昭を失ったのみか源氏のため惨めな敗北を喫しているあの恨みあの檻の恥忘れ忘れじ忘れてよいものか何かの時彼が一門の人に漏らした言葉である友盛は口少なく至って寡黙な太刀だった それだけに彼の一語は人々の耳に妙に消えないものになった。おそらく一文中の真の主戦的人物はこの友盛であったかもしれない。同じ決意でも宗盛の覚悟とも違うし紀常のような荒金立ちの決起とも違っている。あくまで黙々と挽回の誓いを骨髄に持っている珍合な大将という風がある。 で去年の冬彼が屋島から転戦してきてからというもの周防長門豊前豊後地方はほとんど平家になびきこの地方に右翼を伸ばしていた三河りよりの東国軍もその足場を失ったばかりか兵の食いつなぎにさえ窮してしまったほどだった一体どういう戦ぶりを知盛はしたのか 当時長門へ下っていた土肥実平から義経のもとへ飛脚で知らせた一文があるそれによると「元略元年の冬既に友盛卿門司ヶ関に攻め入られ秋須防以下皆兵士に従う」。 平戦は常に百予想を持って組み毎度時ならず襲来戦中には大盾を上並べ武者その身を表さず9月に近づいては狭間を開いて一斉に馬服を言いまた歩兵の矢からにわかに船より岸へ駆け上って散々に働き突として海上へ去る。 かくてたびたびその合戦に源氏方常に敗れ終わんぬその上にも友盛京彦島に堅固の城を構えらる範頼殿も是非なく文吾の地へ渡られしばし帝をご覧ぜらるヤの吉にて候と見える友盛がいかにここを秘書と思い定めているか。 そしてその下の過去歩兵までが東国勢も歯が立たないほどいかによく戦っているか土日実平の短い通信のうちにもその状況は目に見えるようである泊まれ彦島は賢人だったその上死に物狂いの兵がいい上には寡黙な大将友森がいたのである帝の御着お迎えに参ろうよ彼は 阿波の民部やこれ森の弟、助森、有森などを従え、その時刻、福原の浜に立ち並んでいた。屋島から落ちてきたおびただしい味方の船を見、知盛は懐かしいとも、これからは心強いとも思えなかった。これだけの船、これだけの彰子を要し、なんで無駄と破れたことぞ。と、それのみがこみ上げてくる。だが、 やがて続々船から上がってきた人々の姿を見ると安に相違して皆装いが小綺麗なので知盛はいくらかほっとした様子だった「主上、女院二位の尼」いずれも指して「お疲れ」とも見えない分けて兄の宗盛はゆうさゆうさとその曲を大勢の中に見せて近づいてき知盛の前へ来ると おと手を差し伸べついに我らもここまで御んともして参った賢どころと帝の御んとも申して参った所詮は一蓮拓章の約束ごとであろうおもとにはまず息災で何よりと言った握られた手を知盛は黙って握り返した 門脇中納言のりもりそれから常盛また森国と次々に一別依頼の顔に会う友盛は始終黙々とその人たちの久しぶりな姿を目で迎えたどの顔へも思いはいっぱいでいちいち言う言葉も出ないのであろうと誰かがいきなり食いつくように彼の肩へ来て泣き顔をすりつけた見ると能の登とののりつ常だった 面目ないここへ参ってお合わせする顔もございませる無念です無念ですその紀常の血の気に触れても友森は少し顔を斜めにして見せただけで何も言わなかったさりとて体をよけるでもなくいつまでも紀常の泣くに任せて自分の肩を彼の泣き顔へ預けていた そしてその著立のまま目の前を通ってゆく母の二位の尼や帝のみこし女院のみこしなどへいちいち静かな黙霊をささげていた次回は「船正唄」そして路「逆ろ」。 よろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ